こんにちは、速稼塾の久保です。安西先生がそんなことを言ってましたよね。諦めたらここで試合終了だよと。まあこの言葉っていうのは別に安西先生が言わなくても昔からね、何回も使い古された言葉だったんですよね。最近はね、安西先生が代名詞になってますけども、その前っていうのは似たような言葉でキャプテンハーロックがこんなこと言ってたんですよ。夢っていうのはそれを見る者がやめなければ消えることはないっていうんですよね。そしてですね、ジョジョの奇妙な冒険でもね、似たような言葉があって、そこへ向かおうとする意志があれば必ず近づいているんだってことらしいんですよ。これが全てじゃないんですかね。ポイントサイトの1ポイントの件でも言いましたけども、その一歩でも前に進もうと思ったら、それがね、100メートルじゃなくても1センチでもいいわけなんですよ。確実に進んでるんで。でも100メートルを狙うがゆえにですね、もう1センチとか2センチを見逃しているようでは永遠に動かないわけですよね。でその中で、やっぱりね、動機ってのがありますね。スクールウォーズで動機ってのが、あれは限りなき負けず嫌いだったんじゃないですかね。時に応じてスクールウォーズには大木大輔ってのが出てきましたよね。もうね、川浜一の悪、もうね、あと何ですか、なんとかの正吾ね、あれも、悪だったですよね。で悪っていうのは負けっぱなしがね、気に食わないんですよ。でそれがどんな試合だろうと負けてるのは気に入らないんですよね。である日ね、大木大輔がこんなことを言うんですよ。なんかその勉強しててね、大木大輔が、でどうしても俺こういうの勉強が好きになれねえんだよって言って投げ出そうとしたら、ラーメン屋のマスター梅宮達夫さんがね、おい勉強していかないといけねえぞって、なんでだよって聞いたら、社会に出たらこれがものを言うわけじゃないんだと、勉強が喧嘩の道具になるんだよって言ったら、お勉強が喧嘩の道具か、だったらやんねえといけねえなって感じでまたやる気になるんですよね。要するに若いうちっていうのは腕力で勝つことが勝ちになるんですけども、社会に出るとね、やっぱ暴力っていうのは負けになるんですよね、使ったら。まあ、だから頭で勝っていかないといけない。そのためには勝負で頭を鍛えていくことしかないっていうことなんでしょうけども、ビジネスの世界では稼いだものが勝ちなんですよね。稼いだってことはどういうことかっていうと、ありがとうって言ってお金を払っていただけるそのお客様の信頼があるってことなんですよ。だからビジネスでね、どんな綺麗なこと言っても、どんなにね、真っ当にやってるつもりでも1円ももらえなければあなたの評価は1円にもなりませんよってことなんですよ、ね、だからといって押し売りをしたりとかね、詐欺るってわけじゃないですよ。人に喜んでいただいて、10万円でいいんですか、安いっすねっていうふうに思わせるようなサービスや商品が生み出せるかってことなんですよ。だからそのためには、諦めてられないですよね。だってどんなに気に食わないやつでも売り上げが1000万立ててたらね、300万しか売ってない自分よりも世の中から評価されてるってことなんですよ。いわゆる負けてるわけなんですよね。で長い期間をかけて、自分の力をつけてね、多くのお客様に支持されるっていうのは、それだけのことをしてきたっていう何よりも証だと思うんですよ。まあ、ですんでね、稼げない人っていうのはシンプルに言って世の中の役に立ってないと考えて、どうやったら人の役に立てるかなとか、どうやったらありがとうって言っていただけるかなっていう思考に戻ることが大事だと思うんですよ。さあそれでね、モッピーの1ポイントのアンケートに話は戻りますけども、あの1ポイントっていうのは自分目線で見たら1円かよってなるわけですよ。でもあの1円のアンケートっていうのは誰か担当者がどっかの企業に行って取ってきて、それで、ね、1円でしか報酬は提供できないけども、このアンケートに答えてもらったらね、企業は本当に助かるんだよって形であれを出してるんですよ。でその思いを汲んだらね、答えずにはいられないですよね。だって1円の作業をして自分には1円だけども、それ以上の価値提供が見えないところにいっぱいできてるわけですよ。それがひいては社会を回してるわけなんで、あの1ポイントっていうのはね、誰かが答えなければならないやつなんですよね。で誰もがやりたがらないことを自分がやっていくってことによって、多くの人に喜ばれ感謝され求められていくっていうルートができるわけですよ。それはね、一発で5000とか1万っていうのはみんなやりたいですよ。だからすぐに過当競争になって制限がかかるわけですよ。やっぱり逆張り発想ですそこはね、で負けず嫌いであること、この1ポイントを誰しもがまたいでいくときに、俺はその隅っこですら毒を食らわば皿まで食うよみたいな感じでね、アンケートサイトをやるってことはもう隅から隅まで何一つ避けずに全部行くぜみたいなね、そんな気合が必要なんじゃないかなと思います。それがまさにね、内から出るものであり、1ポイントなんかに負けてたまるかって感じですよね。まさにね、1ポイントなんか負けちゃダメですよ。1円とか2円をまたいで通る人に5000円1万円は全然現れないと思いますからね。まあ、何よりも心がけが大事です。その作業をすることによって自分は1円だけども大いに助かる人がいるだろうなと。通常はこんなアンケート1円なんて誰も求めずにずっと放置されてきたアンケートなんだろうなと思ったら、その1ポイント2ポイントのアンケートがね、妙にね、愛おしくなっちゃって、今日も全部答えましたということで、今日は以上です。人生を変えるためにはね、やっぱりこの多くの人が
進むルートじゃないルートに、まさにね自分の道を引いていくことかなと思います。やっぱりこう山のね裏側が花の山なんですよ、だからそこを通っていかないとねってことでございました。